こそばっかりやん。あ、いっちゃん、そのところもやな。これ聞いてみて。あ、うまい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 。めちゃくちゃうまいですよ。じゃあ、帝国になりましたんで、ちょうど22名の方、潮波荘に行かれた方、一人もおられるんで、ちゃんとこちらに参加していただきまして、ありがとうございます。今から第10回、Z1 会の年次総会兼忘年会を開催します。誇りを持って堂々とね、俺は Z1 の会員だと言って胸張っていただきたい。乾杯。乾杯。飽きません。これ今ジムに行ってこうやってますね。だいぶ良くなりました。やっぱり鼻でトイレ行ってもおい先輩の話から帰ろうぜ。おい元所長というようなことで、来年は6月から出発します。先輩にお待ちください。よろしく。優勝した、最近優勝した吉田一郎です。とりあえず、ね、まあ、とりあえずね、皆さんの言葉を賜りましてね、めちゃやっぱり人が喋るときはかなり打つときにあのワーワー言われたらスイング間違うのですよ。これからやっぱりおとなしくしてもらわない向こうの柱の方に音が出ちゃう。めちゃあんたと漫才そう次回もやる。とりあえず皆さん、ご覧くださいね。はいはい、はい、1億円当ててください。とりあえずね、健康で暮らせるように頑張りますんで、来年も皆さんよろしくお願いします。1分間、ね、2分間くらいはあ、よろしいですか。はい、兵庫県の三木市でシーズカンパニーと言いまして、カバンの輸入屋をしてます。で、あとオートバイの輸入ももう25年ぐらいしてるんですけども、もうとにかく Z1 が大好きで、もうここに折れるだけで幸せです。もうものすごい緊張してます。右見えたいね、右回るのに左見えたいね。ほらお前ちょっと、いやいやほんまにこれ何やもんですね。タクを切ってで、このハンディでなんとか3位以内っていうところで。ええねえ。あら、ごめんな。はい、今年はこのアベノミクスで、ね、日経平均が、ね、右肩上がりで、笑顔で上昇していきました。ところがですが、私の投資もゴルフも、OB やら、ソーダやらね、トップ。A ちゃんもおらへんとこで、別グロ、そば言うと別グロや。かっこいい。大丈夫。タちゃん、はい、吉田一郎がおってね。いや、それ、なんぼでベスグロや言わんと、ベスグロやったんやと。僕らのね、僕らの腕で、ごめん、ベスグロやったんやと。さあせる、ほら、優勝に、いつもなんぼレースで早いの。なんぼレースで早いの。あれ、ベストタイム。前はとんでもったら、優勝やな。まあ、ゴルフで言うとね、83ですけどね、気持ちとしては、100を切ろうとか思います。しかしね、長くのようにね、週に2回も練習には行きません。行かずに気持ちだけ100を切るように努力します。あ、それは一つ。それから今日は今日入会したその富山さんがね、まあ、そのファンクラブのオーナーなんですよ。だから事務所も提供、あれも提供、これも提供でね、そのオーナーなんですが、まあ、年齢的にね、ちょっと私がまあ、川崎の海でもあるし、やってみようね。で、まあまあ、代表という名前だけなら使ってくれと言うて、まあ、座りとる仮なんですが、これは本当にね、Z1 のユーザーって、あるいは Z2 の人なんですよ。すごいね。まあ、よそのメーカーのよそのブランドもそういう人おるんだろうと思うんやけど、とにかく全部に散らばってましてね。で、もう、Facebook ですぐとファンクラブがあるでというような会にして、もう一番目立つところは、そういういい商品なり、そういうね、そういう製品を、その何十万もする、今やったらもう100万、150万するようなね、
製品をその日本 の, その社会がね、もう一つちゃんと認知していないと、認めていない、これがね、僕は40年から飯食わせてもらったから、まあ業界でね、ちょっと不満がありました、ね、で、ゼトワンファンクラブという、まあ、いい団体、バイクのイメージを上げるような、イメージを上げていく、あるいは悪いイメージを払拭するような、ね、いい団体、これをなんか作っていって、ちょっとでもね、二輪業界にいい風を吹かしたいなという思いだけですけどね、それを実現するのは今ちょうどうどん食ってますけど、ね、オーナーが呼びますんでね、そういうあの会員して、どんどん会員を広げていきます。今300人ぐらいです、全国。ええこと言うわ。これ去年始まった、去年9月の1日に始まりました。俺ずっと歴史がもっと古いんかと思って。いやいや、去年9月1日に大月さんがアメリカで来い言われたから、それの記念に作ったんです。あ、立つんですか。それでね、それでね、ファンクラブというのはね、素晴らしいことだと思うのはね、全世界に広がっとんね。これで、なんか知らんとかね、アメリカにもありますし、アメリカにはこれで、今年あなたドイツに行ったね。いや、私は行ってない。あ、僕です。ドイツでちょっと違ってる。はい、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 ですよ、これ。私の商売が、このリモアのスーツケースで、そこで金色のおカバン、大根持ってらっしゃいますけど、あれを輸入する仕事なんです。で、コンテナの中にあれを入れて、オートバイも入れるんで、ドイツのオートバイ屋さんは昔から友達が多いので、で、そのドイツで Z が好きな人がものすごく多いんです。で、その人たちともう15年ぐらいの付き合いですから、まあ、その人たちもどんどんと Z1 ファンクラブに入ってくれて、で、今日本と交流したりとか、で、あの木原さんのお店とかにもお連れしたあのミッキーヘッセさんとか、あんな方たちもあの向こうでどんどんと会員を増やしてくれてます。で、まあ、お互いにこう協力し合いながら楽しんでいこうと、もうあの国境のそういうのをなくして、まあ、あのみんなで仲良く、あの同じものが好きなもの同士助け合いながら行こうということでやってます。はい。はい。どうも。はい。